いくら力入れても簡単にできるようになれば、これからいろいろな技が、例えばこの駆除を叩くとか、カエさんがよくやりました、バーッて言ってくる音に乗ってここで頭を砕くんだとか、それからガッと手を折るんだとか、動けなかったら何もできない。まず屈伸つかまれて無理がなく動ける稽古が基本。そしてそれから流れのこっち側ですね。だから上の手の下からってね、書いてないんですよ。硬い稽古から入ります。そして気の流れはこちらへ来る流れ、こちらへ来る流れと、いろいろさまざまな肩取りの四方投げを投げたらば、四方投げではないけど関連性のあるこの技をやっとけっていうね、パッパッ、四方投げではないけどもこの技を関連の技をやると、そうするのそれからまた分かれてくる。今はパッといって開いたんですけども、今度は肩を振り込めてパッといってね、これはねパッとこの肩を振り込んで投げろ、ビャーッと振り込んで投げろ、離したらどうしますか、離したからこれ掴めろって、こっから作る折れって言うんです、はい、その時に習ったのがこの形なんです1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31と、後ろで受け捕まえたい、前に突き動くと、ここでやったら疲れる。だから必ず相手が次に来たらば必ず動くとか、ついてくる、やっとね、こう来るとか、全部どんな技でもモルトでも正面をつければここが入る、はい、だからこれがあるからこうなる。でも入れたらこれでも取れるわけです。ただこれじゃゼロなんです。言葉としては必ず押さえればこれはついてくるんです。剣から押さえたらすぐついてくるんです。剣はだから押さえ、土を壊さなくちゃいけない。必ず最後肩取りのお願いしてパッと押さえればすぐカンとくるんです。だからさっとついてくればパッと変わらなくちゃいけないね。